はいどうも、白滝です。今回の動画はプロスピース公式ツイッターの方で一郎さんに関する最新情報が発表されました。まあ、発表されたということで、今回この動画で解説していこうかなと。で、この動画の投稿日が3月9日になるんですけれども、2週間後にグランドオープン開幕、まあ、グランドオープン開幕まで、まあ、この動画でカウントダウンしていくんですけれども、まあ、残り14日、まあ、14日間、動画の高評価をですね、毎日チャレンジとして、まあ、600目指しているので、まあ、グランドオープンまで良ければ、まあ、高評価の方と、まあ、あとはチャンネル登録の方、よろしくお願いしますということでやっていきましょう。まずはじめに話していく内容が、プロスペース公式ツイッターの方で一郎さんに関する最新情報が発表されました。で、その内容が、こちらになるんですけれども、まあ、一郎さんとの、コラボについて、最新情報をゲット、コラボの、スケジュールの開催予定が、発表されました。第1弾、2弾構成で登場します。第1弾が3月23日水曜日からコラボイベントが開催。で、第2弾4月の1日金曜日からスカウトが開催されます。で、それぞれの詳細は後日発表する、まあ、こういったツイートがされたんですけれども、第1弾のコラボイベント開催、まあ、このコラボイベントが開催するということで、一つあれがなくなります。ドラフト1位ルーキーかな、いつも3月23日はドラ1ルーキー、覚醒ドラ1ルーキーが登場しているんですけれども、これがなくなると思います。まあ、なくなるっていう言い方は、まあ、ちょっと違うんですけれども、まあ、多分スケジュールがずれるのかな。3月23日3日に一郎さんとのコラボで、この覚醒ドラ1に関しては、まあ、4月の初旬あたりに開催されると思います。3月23日から一郎さんとのコラボイベントが開催するんですけれども、まあ、どういったイベントになりそうなのか、まあ、一つ自分が考えているのが、前回登場した、まあ、石橋さんのようなイベントで登場すると予想しています。まあ、イベント内で、まあ、一郎選手を使うことができて、まあ、何かしらミッションをクリアする。で、その一郎選手、まあ、ガチャで登場する一郎選手と同じ能力で登場して、まあ、その後第2弾4月の1日金曜日からガチャが開始、まあ、イベント内で一郎さんを使うことができて、まあ、その後ガチャでも入手することができる、まあ、こういった流れで登場するんじゃないのかなと予想しました。4月1日金曜日からガチャが開催するということで、まあ、後半戦はガチャ予想の方をやっていこうかなと。で、ガチャ内容に関しては、まあ、30連、60連、90連、まあ、いつも通りのセレクションのガチャかな、このガチャ内容で登場すると予想しています。で、一番重要なのが選手ラインナップ、まあ、どういった選手が登場するのか、まあ、イチロー選手と関わりがある、まあ、イチローさんといえばやっぱり WBC、まあ、WBC のメンバーが、まあ、ラインナップに、まあ、含まれて、まあ、登場するんじゃないのかなと予想しています。ヤクルトから選手予想していきたいんですけれども、予想する前にプロスピエースには TS シリーズ、OB シリーズというものがあります。シリーズ1、3月から9月がタイムスリップセレクション。タイムスリップセレクションとは NPB に所属している現役監督コーチが対象になって登場するセレクションで、9月から3月は OB シリーズというものが登場しまして、 OB シリーズは NPB に所属していない、プロ野球の選手たち、まあ、例えば松井秀喜選手はもう引退しているということで、まあ、引退した選手が、OB シリーズとして登場、まあ、こういった、まあ、分け方をしているんですけれども、イチローさんは、NPB に所属していないということで、 OB シリーズで、まあ、普通であれば登場するんですけれども、まあ、今回は、特別枠で、登場すると予想しています。まあ、特別枠のイチローさんで、表記としては OB で、その後は、TS シリーズというものは、まあ、通常通り開催して、まあ、イチローセレクション、その後、TS 第1弾、TS 第2弾、TS 第3弾で、これが、まあ、9月ぐらいまであって、まあ、その後 OB シリーズ、まあ、今回のイチローセレクションに関しては、特別枠で、登場すると考えています。で、このイチローセレクションは、まあ、TSOB というその隔たりもなく、まあ、いろんな選手を選ぶことができる、まあ、そういった風に考えて、まあ、自分は、選手予想をしました。
今回のセレクションの要点をまとめると OBTS という壁がなく、まあ、イチローさんとの関わりがある選手が選ばれる。でその後は、まあ、TS シリーズが9月まで、 で OB シリーズが9月から登場、まあ、普段通りの、シリーズで登場すると予想しています。ということでヤクルトから、予想していきましょう。まあ、イチローさんとの関わりがあるメンバーとして、まあ、WBC メンバーを選びました。ヤクルトで、登場すると予想したのが、青木選手になります。こちらの能力で登場すると予想しています。ミートから87、71、80のミート型ミートへ、まあ、過去にタイムスリップセレクションで登場しています。最終更新が2020年、守備数値と守備動力はこういった感じになっていて、特殊能力アベレージヒッター高角打法を持っています。で第3得の固め打ちで称号で、ミート S にすることもできます。阪神で予想した選手が岩田選手になります。まあ、他にも、WBC で言えば藤川さん、城島さん、福留さん、久保田さんと、まあ、いろんな選手がいるんですけれども、まあ、藤川さん、城島さんつい最近出た、まあ、福留さんはその中日バージョン出る可能性もある、まあ、久保田さんも、まあ、出る可能性はあるんですけれども、まあ、その中で2009年 WBC として出場した、まあ、岩田選手を予想しました。で岩田選手が登場した場合の能力、まあ、参考する年代が2009年、7勝5敗、防御率が 2.68、まあ、この年代を参考にして、まあ、タイムスリップセレクション、まあ、キャリアハイの成績か、キャリアハイの成績の能力が作られて登場すると予想しました。巨人の予想になるんですけれども、ここで王貞治さんを予想しました。イチロー、スペース王とね、調べてもらえばわかるんですけれども、まあ、イチローさんのインタビューで、まあ、尊敬する人はいますかと、まあ、そういったインタビューで答えたのが、王貞治さんになります。まあ、王さんを尊敬しているということで、まあ、先ほど説明した通り TSOB という壁はなくて、まあ、そのイチローセレクションで、登場する選手、まあ、選ぶとしたらやっぱり巨人は、まあ、王選手が、まあ、シリーズ1からっていうのもあれなんですけれども、まあ、尊敬する人が王さんということで、巨人は王貞治選手を選びました。弾道アーティストミートから80、89、64、まあ、かなり能力が高くて、まあ、リアルタイム対戦でも使える、まあ、最強な選手になっています。広島で予想した選手が新井貴浩選手になります。他にも栗原さん、石原さんと、まあ、WBC のメンバーがいるんですけれども、新井さんを予想しました。弾道ラインドライブミートから78、83、65、まあ、称号次第ではミート A に乗せることができます。守備数値と守備能力はこんな感じになっていまして、特殊能力広角打法、ラインドライブ回連発。中日枠で予想した選手が谷繁選手になります。まあ、横浜枠で登場しているんですけれども、中日枠では登場していません。で他にもライトとしては福留さんがいるんですけれども、まあ、福留さんはライト枠、まあ、ライト枠でイチローさんが登場する中、まあ、その福留さんを出すっていうのは、まあ、多分ないと思うので、まあ、ポジションをかぶっている能力もね、まあ、ちょっと、まあ、見劣りする可能性もあるので、ライト枠の中日福留さんは登場しないと予想しています。で保守枠で、谷繁さんを予想しました。で参考する年代が2003年、打率2割6分4厘、本塁打が18本、打点が69、まあ、この年代を参考にして能力が作られて、まあ、イチローセレクションとして登場するんじゃないのかなと予想しました。横浜は内川選手を予想しました。最終更新が2020、去年はソフトバンク枠で登場したので2年ぶりの更新になると予想しています。弾道中弾道ミートから88、71、64で称号でミート S にすることができます。で守備数値と守備能力はこういった感じになっていまして、まあ、57なので特殊で C にすることはできません。特殊能力がアベレージヒッター、片目打ち、チャンス。パリーグオリックスの予想がイチロー選手になります。で参考する年代はどれもすごいので、まあ、どこで来るかわからないんですけれども、能力はどうなってくるのか、能力としては ABA で登場すると予想しています。パープルの方では SBS かな、ミート S、パワー B、総力 S で登場しているんですけれども、プロスピで、デフォルト S は登場してこないと、予想しています。デフォルト S で登場してしまうと A ランクのイチローさん、ミート型ミート A、じゃミート A で登場してしまいます。A ランクでもそのね、ミート型ミート A のコンボを出せてしまうことになるので、いやそれはねしてこないかな。まあバレンティンさんとか、まあ他にも、王さんか、まあデフォルトが89、まあ、89にしている理由としては A ランクでパワー A の選手、ミート A の選手、まあそういった選手が登場してしまうので、プロスピは89止まりで登場すると予想しています。まあミートがだから89、パワーが B、
で総力が89、まあ、それぐらい、まあ、ぶっ壊れ能力で、まあ、登場しても、まあ、イチローさんに関してはそのぶっ壊れ能力でもいいので、まあ、とりあえず、まあ、強い能力で、ね、登場してほしいなと。ロッテで予想した選手が WBC で共に戦った西岡選手、まあ、西岡選手の最終更新が2017年で、能力がこちらになります。83、69、78のショート枠で、特殊能力がこの時第2特殊能力までしかなかったので、まあ、第3特殊能力が追加されて登場で、両打ちになります。スイッチヒッターになります。楽天で予想した選手が岩隈選手になります。まあ、他にも田中将大選手がいるんですけれども、田中将大さんは今現在現役の方が強いツーシームスプリットを持っている。 TS バージョン、ワールドスターバージョンだとツーシームを持っていないので、まあ、ほとんど使われない。まあ、リーグでは使うことはできるんですけれども、ランク戦では使うことができないので、まあ、岩隈選手かな。このダルビッシュセレクションで登場した岩隈選手、まあ、再び登場する可能性はあるんじゃないのかなと。他にも楽天の選手、まあ、いたのであれば、まあ、その他の選手出る可能性あるんですけれども、楽天に関しては難しい。まあ、皆さんのですね、楽天の選手予想に関しては、まあ、ちょっとコメント欄で書いてもらえばなと思います。まあ、こういった選手もいたよと、こういった選手がいるんで、まあ、こっちじゃないのかなというのは、まあ、予想コメントはコメント欄で書いてもらえばなと。ソフトバンクで予想した選手が合同自主トレ、まあ、WBC 共に戦ったメンバーとして川崎さんを予想しました。弾道中弾道ミートから78、62、80の総力型、称号次第でミート総力に同値にすることができます。まあ、守備数値と守備能力、こういった感じで特殊能力が固め打ち、チャンスメーカー、下位盗塁。日本ハムファイターズで予想した選手が日ハム小笠原選手になります。弾道パワーヒッターミートから86、80、66、まあ、かなり能力が高い。で守備数値が68ということで、特殊でサード B にすることができます。で特殊能力がパワーヒッター、広角打法、チャンス、まあ、かなり強い特殊能力、かなり強い能力ということで、まあ、小笠原選手、まあ、WBC でも、まあ、一緒に戦った、まあ、選手として、日ハム小笠原選手を予想しました。そして最後、西武の予想になるんですけれども、まあ、自信が確信に変わりました。まあ、イチローさんとの接点がある、まあ、WBC、まあ、引退セレモニーで、まあ、イチローさんが、ね、登場するという、まあ、サプライズもある、まあ、松坂大輔選手を予想しました。9位から84、70、84の9位スタミナ、AA の同値。で、休止になるんですけれども、まあ、ランク戦で使えないっていうのがちょっとね、まあ、その改善してほしい点。まあ、藤川球児さんみたいに、まあ、火の玉ストレート。まあ、ポップしてもね、ポップはどうなんやろう。まあ、そこは調整しないとわからないんですけれども、まあ、ランク戦で使えるような球種がね、追加されてくれれば、かなり嬉しい。で、こちら特殊能力見てください。脱三振、剛速球。そして、松坂さん専用なのかな、ジャイロボール。多分これ、松坂さん専用だと思います。球種がストレートまたはツーシームの時、本来の球速より速く見える。このね、特殊能力発動してもそんなにね、変わらなかったはず。まあ、これをね、なんか活かせるような、まあ、球種特殊能力か、まあ、変更して、イチローセレクションとして登場。まあ、そうすればね、ランク戦でも松坂選手、まあ、使えるようにはしてほしいなと。まあ、とりあえず特殊能力、まあ、こういったね、専用特殊能力が松坂さんにはついています。はい、ということで、プロスペース公式ツイッターでイチローさんの最新情報が発表されたので、まあ、解説で後半戦はイチローセレクションの選手予想をやっていきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、良ければチャンネル登録と、まあ、グランドオープンまで約2週間、まあ、2週間毎日動画の高評価600目指しているので、まあ、良ければ高評価の方よろしくお願いします。ということで今回は以上。